アイテム番号 SCP-719-JP。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-719-JP の発見と回収、削除は。機動部大佐、1、ことのわかりともかえ、およびウェブ操作 BOT-31、アン、ベルト、に割り当てられています。SCP-719-JP の実践によってポータルが作成されてしまった場合は即座に現場を封鎖し、可能な限り非致死的に関係者を無力化して、ポータルの拡大と SCP-719-JP、A 個体の逃走を防いでください。SCP-719-JP、A 個体に直接遭遇した人物や対処に当たった機動部隊のメンバーは、クラス B 記憶処理を施した後、2週間の隔離観察下に置きます。汚染が第4段階に達しているミーム罹患者は即時収容されます。SCP-719-JP-1 の探索はすでに打ち切りが決定しています。接続されたポータルは可能な限り鉄筋コンクリートを用いて恒久的に埋め立て、影響領域が広大な場合は周辺に境界線を設けて民間人の侵入及び SCP-719-JP-A 個体の外部進出を阻止します。封鎖に用いたコンクリート壁は、SCP-719-JP-A 個体による内側からの損傷がないかを3日に1度点検しなければいけません。SCP-719-JP の維持要請の原理の調査と、POI-5796、来の再造、および、または2013年以降の当該人物と交流があった地洋上芸術家の捜索が進行中です。説明 SCP-719-JP は、日本国内全域の書店、劇場、図書館、イベント会場のフリーペーパー配布コーナーなどに、見たところ自然発生的な手段を介して不定期に出現する異次ような演劇台本です。本校執筆現在までに回収されたすべての SCP-719-JP 実例は、出現場所に照らし合わせて適切な想定が施されていました。SCP-719-JP の内容は、ルーマニア人劇作家のウジェーヌ、イオネスコ、ユーゲン・イオネスコ、1909、1994が1959年に発表した全3幕の不条理戯曲。サイ、リノセロス、を日本語に訳し、一部を改編したものです。SCP-719-JP 実例には原作者のイオネスコの名前と併記して、本案、来の再造、という記述があります。詳細は口述、が、著名は常にオリジナル版と同一の、サイ、です。SCP-719-JP とオリジナル版の、サイ、の相違点は以下の通りです。SCP-719-JP の舞台は明治時代初期の日本をモチーフにしたと思われ、登場人物名などはそれに合わせて変更されています。これにもかかわらず、登場人物が、ラジオ、に言及するなどの時代錯誤な描写が含まれます。登場人物らのセリフには、しばしば韻を踏む独特な言い回しや言葉遊びの応酬がふんだんに追加されています。このため、上演を行った場合は3幕すべてがオリジナル版より15から20分程度長くなることが予想されます。SCP-719-JP は小道具の配色や材質、劇中で用いられる効果音、演者の立ち居振る舞いやセリフのテンポなどといった、ストーリーの大筋に絡まない要素を異次様なまでに細かく指定しています。この指示を遵守した制度は、口述する SCP-719-JP-1 へのポータルの影響規模との間に正しの相関性を持っているというのが、現在有力視されている仮説です。上記とは対照的に、SCP-719-JP には、ストーリーの根幹をなす、サイ、の登場シーンの演出に関する記述はほとんどありません。舞台外からの出現場面では任意の位置に照明を当てることのみが要求されており、演者がサイに姿を変える場面では核などの小道具が指定されていません。SCP-719-JP の主人公である、ベン・ジローは、オリジナル版の、ベランジェ、が人間として息抜き徹底抗戦を決意するのに対し、最終的にはサイの群れに屈したことが示唆されます。SCP-719-JP は読者に対して微弱な精神作用をもたらし、通常であれば過度に冗長とみなされるであろうその内容を肯定的に評価したいという意見を植え付けます。これは周辺人物の反対意見を押し切るほどに強い感情ではなく、また SCP-719-JP を実際に上演したいという発想には直結しない点に留意してください。精神作用は、一幕から三幕までの全てが物理的にひとまとめにされている紙媒体の SCP-719-JP 実例のみに見られる特性ですに。SCP-719-JP の最たる維持要請は、
少なくとも20名の観客が存在する状況において最初から演じられることで発言します。条件が満たされた場合、演者たちのいる舞台空間には、SCP-719-JP-1 に指定される異次元空間へのポータルと、SCP-719-JP-A に指定される生命体が姿を現します。SCP-719-JP-1 および A について、SCP-719-JP-1、SCP-719-JP-A、ドローンによる SCP-719-JP-1 の空撮写真。SCP-719-JP-1 は洋上に浮かぶ推定面積11万5000平方キロメートルの陸地です。現在までこの空間に 719JP-1 以外の陸地は確認されておらず、夜間に観測される天体の配置は規定現実世界と一致していません。719JP-1 にはおおむね1960年代のヨーロッパ諸国に見られるような家屋が多数存在していますが、これらは長期にわたって人間の居住が途絶えている様子を見せています。また、家屋内部で発見された書籍類にはいずれも文字が記されておらず、各所に存在する市町村、地理、施設の固有名称を示すような看板や地図類が発見されたこともありません。719JP-1 へのポータルは外部観察が不可能ですが、影響領域内部に立ち入った人物は、現実世界と 719JP-1 の任意の地点から見える風景が、空間的に重なり合って見える、と一様に述べます。この時、対象者は意識的な選択を介して719JP-1 への侵入、及び現実世界への退出が可能となります。ポータルは、現実世界または 719JP-1 の該当地点を、一定以上の密度を持つ物体で完全に埋め立てることでのみ封鎖できます。719JP-1 側での封鎖の試みは必然的に SCP-719JP-A 個体群の集中攻撃を招くことに留意してください。SCP-719JP-A 個体を別とすれば、719JP-1 に生息する動植物はヨーロッパに生息しているためのみです。完全なリストは別紙を参照。これらの原獣生物による 719JP-1 から現実世界への侵入はこれまでのところ確認されていません。SCP-719JP-A 個体の一例。SCP-719JP-A は、719JP-1 に生息する、キテイモクサイ科、リノセロキデーに酷似した総数不明の異次用生命体です。SCP-719JP-A 個体は外見上、20年現在の規定現実世界に現生している5種類の再三のいずれかと一致する姿をしていますが、その習性、解剖学構造、生物学的分析は、以下に挙げる数多くの異次用な側面を露呈しています。719JP-A は遺伝子学的には人、ホモサピンス、です。719JP-A は消化器官と肺以外の内臓器官を持ちません。骨格以外の大部分は頑丈な筋肉組織から構成されており、頭部には複雑に絡み合った小さな神経束のみが存在しています。この神経束を損傷するのが、719JP-A を完全に無力化する唯一の手段です。表面的には睡眠4、呼吸5、食物摂取6を行う様子が見られるものの、上記の理由から、これらの活動がなくとも 719JP-A は生存し続けることができます。現時点で 719JP-A に種としての寿命があるかは分かっていません。719JP-A は通常の際よりも外皮が堅固であり、ある個体は探査ドローンが搭載していた458口径マグナム弾の直撃に5発まで耐えた記録が残っています。719JP-A には痛覚が欠如しているため、これによって無力化はより困難となります。719JP-A は半径60メートル以内の無線伝送に干渉し、地響き野菜の鳴き声からなる、放送を行うことができます。これは 719JP-A の核を損壊することによって停止できます。719JP-A は時として大規模な群れ、外見上異なる種類の個体を含む、で活動し、719JP-1 への侵入者を市街区に追い詰めて包囲する。または負傷した個体をおとりにして死角から攻撃するなどの統率された敵対行動を取ります。
古代軍の意思疎通には前述した無線干渉と同種のテレパシーが用いられていると理論上想定されていますが、正確なメカニズムは判明していません。719JP-A は、至近距離で直接観察を行った。放送、に累計30分以上暴露した人物のおよそ 70% に対してミーム汚染現象を引き起こします。罹患者は以下に示すような症状を順に示し始め、暴露から1時間から10日ほどの期間を経て新たな 719JP-A 個体と化します。クラス B 記憶処理は、初期の精神汚染を無効化する上で一定の有効性があります。進行段階、示される症状、記憶処理の有効性、中期。1、感情、とりわけ怒りを抑制する能力の著しい減退。しばしば衛生関連の欠落を伴う。70%、一部の罹患者は即座に第2段階に至ることに留意すべし。2、体温の着実な上昇。これに伴い、罹患者は常時興奮状態となり、攻撃性や食欲の増大を示し始める。55%、これ以降の罹患者の 15% は、ミーム汚染の除去以降も、第1段階の感情制御問題を抱え続ける傾向が示されている。3、皮膚色素の自発的な変色。動物のように鼻を鳴らす仕草が見られるようになる。35%、変色初期の皮膚は緑色を呈し、完全に灰色になった時点で第4段階に入る。現時点で変色した皮膚色素を元に戻す方法は判明していない。4、鼻及び額におけるコブ状突起の形成、及び視認可能な速度での肥大化。0%、この時点で 719JP-A 個体への変異を阻止することは不可能になる。5、急激な身体の膨張と体内構造の変化、約20秒、による、完全な 719JP-A 個体への変態。N-A-N-A。SCP-719-JP の講演が進行するのに伴い、SCP-719-JP-A は作中の展開に合わせて SCP-719-JP-1 から現実世界へと姿を現し、段階的にポータルの影響領域を拡大していきます。この間、SCP-719-JP の演者、裏方、観客たちは明瞭に異様な事態を認識しているにもかかわらず、演技、鑑賞を続行しなければならないという行使固い脅迫衝動に駆られます。関与者のおよそ 90% が外部干渉によって意識を喪失した時点で、SCP-719-JP は中断されたとみなされ、それ以上の領域拡大は抑えられます。幕、作中展開、発生する事象、A 個体。1、舞台はある田舎町。主人公のベンジロウ、ベランジェ、と友人のジンベイ、ジャン、は、一頭のサイが街中を走り抜けて行く様子を目撃する。奇妙な出来事、出来事に街の人々が議論し合う中、別なサイが現れ、住民の一人が飼っている猫を踏み見殺して去る。住民たちはサイの出自について意見を戦わせるが、おおむねその存在に不賛成である意を表明する。舞台上にポータルが出現。2頭目の 719JP-A 個体が出現する前に上演を中断した場合、ポータルは約25日間で消失する。第一幕で出現した個体2頭は公演会場の外へ退出しない傾向があるため、往々にして事態の発覚が遅れる。2頭。2、1、舞台はベンジローの職場。サイの目撃証言をめぐって職員の意見が割れる中、欠勤を続けていたイノシシコレジュ、ブーフ氏の妻がサイに追われて職場に逃げ込んでくる。混乱の渦中、イノシシコレジュ夫人は自分を追ってきた際の正体がイノシシコレジュであることを悟り、共に去ってゆく。ポータルは拡大し、客席を包括する。出現した 719JP-A 個体は、イノシシコレジュ夫人を演じる役者を背に乗せたまま劇場を退出し、屋外で闇雲に破壊行為を繰り返す。現在まで、劇場外で夫人役が再度発見されたことはない。1頭。2、舞台はジンベイの長屋。ジンベイは体調を崩しており、やってきたベンジローにそっけない対応をする。二人は人がサイに変身するということの道徳性をめぐって話し合うが、徐々にジンベイはヒューマニズムに対する否定的な立場を公言し始める。
最終的にジンベイの姿はサイと化し、ベンジローはサイの群れが街を蹂躙する様を長屋の窓から見て恐怖する。第1話で劇場外に出た 719JP、A 個体が騒ぎを引き起こすため、財団が干渉したほぼ全ての事例は第2話が完結する前に抑えられている。完結した場合、ポータルは劇場全体を包み込む規模まで拡張され、劇の中断後も 719JP、A 個体が積極的に 719JP、1から出入りするようになる。第2話半ばで中断に成功した場合も、ジンベイ役の演者が 719JP、A 個体に変異するのを阻止することはできない。20から40頭。3、舞台はベンジローの長屋。街の人々は続々と人間を辞める道を選び、ついには、ラジオ局、サイもがサイに占領される。最後に一人残った知人のを聞く、デイジー、も去り、今さらサイになることもできずにベンジローは絶望する。ラストにおいてベンジローは力なく床に倒れ込み、舞台の奥から、何百頭ものサイが、怒涛のごとく、押し寄せてくるという場面で幕が降りる。現在まで財団が確認しているのは、20年に、島で発生した一例のみ、事後に発覚。島は現在、有害汚染物質流出、のカバーストーリーをもって封鎖され、周辺海域には非常警戒線が設けられている。推定されるポータルの規模は、上演会場だった、市の別荘を中心とする、平方形 M。現在まで 719JP、A 個体群による島外進出の試みは18回行われ、すべて水際で阻止された。未確認。発見ログ SCP-719JP はまず2000年11月。機動部隊 B-1 美術館に所属していた地洋上部隊芸術専門の研究者である足岡博士の自宅マンションに未完成原稿の形で送付されてきました。足岡博士はこれ以前に異次様な芸術作品を扱う要注意団体との直接交流歴を持っておらず、いかにして彼女の住所が特定されたのかは不明です。原稿は無地の封筒8に入った状態で届けられており、その他に筆跡の異なる2枚の文書が同封されていました。文書、アルファ及び、ベータ。文書、アルファは一般的な A4 サイズのコピー用紙にボールペンを用いて書き込まれていました。鑑定の結果、この文書及び同封されていた原稿の筆跡は、GOI-2601 に指定されていた小規模要注意団体、劇団秘話、の基地の構成員であるライの再造が過去に残した文書のそれとほぼ一致しました。GOI-2601 は1998年に発足したとみられる異次様な芸術家集団です。その活動範囲は舞台芸術の分野に限られており、観客に対して幻覚などの心理的影響をもたらすゲリラ演劇を開催する、自律性を持つ YK などの異次様な小道具を各地の劇場に密かに紛れ込ませるなど、比較的無害な活動を散発的に言っていました。しかしながら2011年、GOI-2601 は財団の預かり知らぬ何事かをきっかけに、その構成員同士で活動方針や、演出、に用いる地洋上技巧をめぐる内輪揉めが頻発するようになり、2013年には完全に活動を停止しました。財団が人物情報を把握している構成員は全体のおよそ1、3であり、その大半は解散後の足取りがつかめていません。文書アルファは、木の使徒、未特定のもと、GOI-2601 構成員との間に交わされた書簡だと考えられます。構成員の名前、もしくは何らかの不都合な情報に言及していると推定される部分は、すべてマーカーペンで上から塗りつぶされていました。君がくれたことを、肯定的な反応と信じてこれを送る。ありがたー。同封した原稿をまず見てほしい。先日の手紙に書いたことが絵空事でないのは、である君ならすぐにわかるはずだ、2005年の札幌で、が使った技法を一部流用している。彼は去年自殺したと偶然会った、から聞いた。胸クソ悪い輩が死んで生成したよと彼女は言っていた。かつて、私が四六時中、サイ、の台本を読んでいることを、君と、とでからかってきたことがあったと思う。これは学生時代に演劇部から持ち出した軽い記念の品だと私が言い訳をすると、確か、の方がこう言った。それにしちゃやたらと擦り切れてるし、第一暇さえあれば読んでるじゃないか。あんた、さては名前のせいでさえに親近感でも湧いてるのか？当時の私は適当にあしらったが、実際のところ、は真実をついていた。私にとって、あの戯曲に出てくる際は、ファシズムの台頭でも群衆の猛獣でもなく、ただ純粋に力の象徴だった。彼らはひたすらに強く、日々のくだらない飲酒に縛られた登場人物たちを翻弄する。
人間たちが次々と己を見失う中で、サイたちは幸福に歌い、踊り、新たな世界を着実に築き上げていく。それは混沌ではなく、秩序の誕生のように私には思われた。私がこれまでどれほど鬱とした日々を送ってきたかを君に分かってもらおうとは思わない。劇団秘話の空知遊分会以来、私は比喩でも何でもなく、路傍の野草をむしって喰らいながら生きてきた。中のものを一にすらできず休暇を合わせる人々から例外なく薄のろの、差別表現につき編集済み、呼ばわりされてきた私にとって、君たちとの出会いは、またその才覚が多少なりとも私の中に宿っていると知った時の驚きは、言葉ではとても言い表せない。皆同じようなしゃばかりさ、と、は笑っていい？そしてためらいがちに差し出した私の手を取ってくれた。だがあの日、すべては変わった。私たち二人だけでなく、劇団の少なくとも半分以上にとっては何がきっかけかすらわからなかったはずだ。私にはただ、罵倒と拳が飛び交い、陰口が這い回り、観客に見せる以前に仲間内への侮辱的な演入を込めた演出画数を増やしていくのをただ課長の外から見ているより他なかった。私の目の前であの日、すべての幸福は、他ならぬそれを作り上げた私たち自身の手で叩き割られたのだ。その絶望が私の全てを占めていたからこそ、あの世界を見つけることができたのかもしれない。どんなに粗雑な物語も唯一無二の世界を内包しているとかつて君は言った。今の私にとって、この空間がどのような原理に基づいているのか、どのようにして創造されるに至ったかは関係ない。重要なのは、求めたものがそこにある、ということだ。人間は醜い。身勝手で、ずるく、内容はどうでも常に声の大キー者ばかりが世界を回す権利を握っている。自分の意に即はないものを決して理解せず、それでいて時には不釣り合いなまでに繊細だ。それに比べてイオネスコの描いた才たちの何と純粋なことか。彼らには相手をおもんぱかる心はないかもしれないが、のようにそれを悲しみ、絶望のあまりに自ら命を絶たせるような複雑な感情もまた存在しない。彼らは怒りに任せて暴虐を働くかもしれないが、のようにそれを延々と引きずり、のしをあざけり笑うような演出な像へと変質させるようなことはない。がこれを聞けば、それは逃避だ、野比への対価だと私を非難し、殴りつけてでも止めたに違いない。だがそもそも劇団秘話さえも、舞台芸術が先鋭化の末に上流階級だけの特権となることを危惧した者たちの集まりだった。それが結局はあんな惨めな終わりを迎えるようならば、人類の発想と英知にどれほどの価値がある。いっそ何もかも忘れてしまえばいい。そこは原始の旋律が、魂を震わせる野生のリズムが共有された世界だ。人の手で醜悪に歪められたものがない、自然の良しへのパラダイムシフトだ。もうあんな思いをするのは私はうんざりなんだ。とにかく、君の助力が欲しい。サイたちをこちらの世界に帰還させる招き入れる帰還させるのが必須条件になる。今の段階ではせいぜい人が一人通れる程度だが、応用すれば街を一つ丸ごと包み込む規模まで拡張させることも夢ではないだろう。前回と同じようにしてほしい。もし儀式を外国語に翻案可能な信用できる人物の心当たりがあれば、ぜひとも紹介してもらいたい。昨日。文書、ベータは破り取られたルーズリーフ用紙の切れ端にマーカーペンで書き込まれていました。筆跡は特定されていません。あのバカを止めてくれ。上記文書の回収からおよそ14ヶ月後、宮城県にある、箇所の図書館10で最初の SCP-719-JP 実例の完成版が発見されました。以来、財団は現在までに、札の SCP-719-JP 実例を回収しています。ホイ財団の画像認識ソフトウェアは、SCP-719-JP 実例の表紙の際と木の紙の間に 100% の一致を示しています。ライの再造の基地の最後の写真。撮影日時は未特定だが、GOI-2601-35 と想定される。